大丈夫？車大丈夫だわ。やばくない？なんかちょちょ絶対やべえってこれ。俺には蘇生ドローンがある。死んでんじゃん。あれ？これ生き返ジェイスとはもうお話ししたから、3つのメインミッションを受注して受けていくんだわ。なんだっけな、この辺はなんか作戦ボードから見れたはずなんだけど、ジェイスの部下たちなのか元部下たちなのかわからないけど、順番にやってこっか。はい。ポーラ・マデラって人から。エンジニアについて教えてくれ。ポーラ・マデラ、うちのドローン専門。追われているのか。わからない。そこに行ってみよう。この武器のアップグレードのアドバンス武器パーツってのがあれば、武器の威力がプラ1？ プラ1？ たったプラ1だけど、これたくさん欲しいな。どこで手に入るんだそれ。多分レアリティが青の武器を分解したら手に入る。ああなるほどね。もうどうせ装備更新どんどんしていくから、まだしなくていいと思うけどな。うん、誠実な天才。スケルの部下も天才かい。もう天才しかいないな。今まで北の方だったけど、これは南側のミッションだわ。ワイルドランズの時は各地方をある程度制圧してからだったけど、今回特に境界なく渡り歩けちゃうから、ね、制圧ってワイルドランズも行けたけど、敵のレベルがぶっ飛びすぎててやばかったんじゃん。そうだわ。まあこの世界味方いないけどね。みたい。あとなんかこの煙上がってるキャンプ地点だっけ、これあれ、ファストトラベル地点だから行けたら行った方がいいかも。え、めっちゃ見えてるけど。全部行くのめんどくさいよな。マジか。ビバークでしょ、ビバーク。ビバーク。全部寄ってたらキリがないからな。あのクエスト近くのビバークをできれば設営したいな。新たな地域。あ、ドローン飛ばせる。あ、ドローン出せるんだ。出せるわ。あ、ドローン遅すぎて置いてかれるんだこれ。そりゃ、ね、戻りで。でもこれ途中でドローン出してさ、このハテナマークどんどんスキャンできんいいわ。ああ、どこが境界となっていて新しい地域なの？え、境界マップ開いたらわかるけど。ああ。まあ普段わからない。また新しい地域。一面クソ緑。緑ばっかり。他農園でもやってるんでしょどうせ。他農園あったな、そんなワイルドランズにも。さすがにビバーク付近に敵はいないよな。いたらやべえわ。よしよしよし。え、危な、開かなければよかったもの。ただ飛び降りずつしただけだよ。さて、バフをいただこうかな。雨降ってんのに。めちゃめちゃで。なんかさ、先日のさ、アサルトとかフィールドメディックとか、あれやつすら勝手に上がるんじゃなくて、チャレンジちゃんとやんないと上がんないんだよ。あれなんだっけ、オプションだかインベントリだかでチャレンジ確認しないと。
オッケー。毎回同じバフもらってもつまんないから命中精度いただこう。アサルト、俺アサルトだからそうなんだけど、アイコンのとこカーソル持ってったらさ、ランクアップチャレンジってあるから、それ全部やるの。あ、でもそんなに難しそうじゃないね、うん、銃器で敵を排除すると、150メートル以上の距離から敵を排除するか、まあ、スナイパー使ってればできそうだね。まあまあまあ、この世界の150メートルってどんぐらいだろうな。割とあったと思う。ああ、何これ、ブドウ畑だね。ボリビアより数倍ヘシマシなものを栽培してる。このお家資料まみれっていうか、このお家じゃないの、マデランチって。そうなの。あ、もうす、うん、それじゃん、これじゃん。近い、うん、もう収集アイテムいっぱいある、うん、あ、いろんなものがある。あ、これじゃん、ノーパスを。ノーパスを、マデラを最後に目撃したのは彼女の隣人である可能性が高い。手がかりを追うとするか。お、ストップ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 。何、わあ、なんか来てる。これドローンだ、ドローン。どこにドローンいる。なに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 、この建物の上に行きたいな。真上じゃん。これより上には行けないのか。壊しちゃうよ、あれ。あ、ナイス。で、あ、ここに兵士さんが来てる。うん、うん、この兵士らやれそうだな。普通にできスパパンとやっちゃうか。うん、え、はい、あ、待て待て待て、アサルトレベル上がった、あいつら。マジ10秒以内に2人切る。これスナイパーでやれるよ。片っぽ、あ、オッケー。でもそのもう片方やるわ。オッケー、321。はい、次のチャレンジ CQC で1人切るってなってんじゃない。ちょっと孤立してるやつやりに行こうかな。それも羽交い締めにしてサクサクサク。アテミ、あ、なんか落ちてんだこれ。箱がある。つかメインミッションの人いるやん。待って、 HTI 拾ったんだけど。マジかよ。あんだけ必死こいて手に入れた HTI。 隣人こんにちは。ムビー2974。おい、あんたの隣人のポーラマデラを探して彼女を助けたい。ああ、最近は見てないですよ。ある日出て行きましたから。今は別のエンジニアが開発を続けています。どこへ行ったかわかるか。さあ、うーん、いつもアウロア議事堂で大五郎とかいうデモをやってる若者に会ってたそうですが。どうも。圧倒的日本人。声おかしいみたいで。マジでちょっと確認するね。俺の地声が元から変ならごめんよ。元から変ってどうしようもねえよ。はあはあ、アウロア議事堂。てかこの人失踪してるんだ。失踪した日に議事堂で誰かと会う約束をしていた。大きな町の中心地にある。場所、おお、ひょっとしてめっちゃ遠いこれ。そんなことない。5キロ。オッケー。の前にこの辺のクレートパパッと、ね、なんかあるよねそこ。あ、手袋。クレートを回収して、あとは敵をちょっとずつ減らしてアイテム没収だわ。アイテム没収。
あ、ヘリコプターの近く、あの2人いるの、道路を移動しているボットがあるから気をつけて。それ一応ドローン、okay. 敵判定になるよ。このボックスなんだ、ブーツ。ドローンは人が死んだら敵だって喋るのかな。どうだか、またまた、危ない危ない危ない。とりあえず兵士はやっちゃおうか。これはこいつをやろうかな。じゃあ手前やるわ。普通に次のH2O さん、プレイヤーの顔は変えれるんですか。顔は一回決めたら変えれなくなっちゃう。うん、フェイスペイントは変えれるけど。あ、ゴミを一般人。カズボミソウさん、はい、初見さん、こんにちは。えで、ダメージ食らった。すごい食らった。あ、このボットめっちゃ柔らかかった。バッテリーゲット。一発で死んですね。待て待て待て、モヤがある。本当だ。よいしょっと。なんか誰か CQC したいんだけどな。あ、このお家近辺、敵が分散してるよ。ちょっと一人サクサクしてくるかな。え？あ、こっちに。ん？こんなところか。おほん。こいつやれそうだな。ここにも一人。ほら、あ、めっちゃサクサクしてる。あ、今ドローンが敵のドローンに見つかりかけたのか。危ない。あ、危ないな。通信兵いるな。ドローン念のために壊してるけど、敵対してこないの、ひょっとしてこれ。なんともないドローンもなんかいるよね。よくわかんないけど。で、船の近くにいる敵2人をやっちゃおうかな。はい。そい。一体。家の中2人いるの。そこに2人いる。通信兵と、なんか。通信兵とカカシですな。一般人邪魔くせえん。危な、危なよ。一般人邪魔くさくて撃ちづらかったの。ザクロ拾った。あら、喧嘩してる。やめなさい。戒厳令反対って言って。この人なんか、あ、情報だ。インフォ。驚か。それならどこへ。おお。このパーツ探しを手伝って。ありがとう。探し物はここで見つけるわ。こんなん驚くじゃん。助かった。ありがとう。クレート開けて。クレートあった？あったわ。なんで居住区に必ずセンチネルがいるの？2974のタケさん、ゴーストの世界に存在する民間人、みんな何かしらの訓練積んでるから。みんな訓練受けてたんかってぐらいに冷静で、ほんとに。はあ、こんにちはみたいな感覚だった。はい、こんにちは。日常茶飯事じゃん、もう。あ、この人も。お、なんだ。ん？お話できそうな人なのにできないよ。まあ上の方にも民家あるけど、まあいいや。あるね。敵まだ3人いたの。本当に？うん。あ、この道の先にもいるのか。チェック。いる？あ、いたわ。うん、いるわ。あ、いるけど。2人。あ、検問所だ、ここ。ああ。検問所に兵士2人？ 2 人。少ないんじゃないの？簡単に制圧できちゃう。やべやべ、危ない。 CQC は CQC 近づかないとダメだ、もちろん。
この敵らなら余裕で近づけ太郎に。いや、CQC1 回でよかったの。ゲット。ふざけんなよ。また HTI じゃん。めっちゃ出るよ。めっちゃ出る。せっかくラストミッションの場所でもありそうなあの軍基地で必死こいて手に入れた HTI の努力を返してくれよ。HTI、あ、で今持ってる砂の方が強かった。うん、もう HTI 装備してないもん。してないもん。あ、で威力はあるな。まあいいわ。調査。というか、ファストトラベルの地点になるなら、ビバグの情報を積極的に取っていくといいな。うん。あ、待てよ。情報を取るだけじゃ、ファストトラベルはできないか？え？いや、俺それで増やせたから、あ、そう。大丈夫だと思う。え、リバディ。ああ。何ここ、ちょっと、おしゃれな、本当に大きな街？うん。行ってみようか。うん。こちらほら敵がいるけど、まあ全スルーで。全スルーで。スルーする気ないだろう、お前。え？いや。スルーはしたぞ。確かに。ああ。ああ。最低。最低。ほら、ハテナマーク出てる。何事だ。何事。走り去って、あ、なんかいるね。わお、大丈夫、車大丈夫だわ。あ、やばくない、なんか、あ、ちょ絶対やべえってこれ。俺には蘇生ドローンがある。死んでんじゃん。あれ、これ生き返え。あ、本当に草だよ。いや、これも虹爆発だよ、これは。いやー、あれ、これだから現代車は。現代車は未来ならいいことなの。4キロ先、あ、奪えそうな車あるけど。2974竹さん、これは笑いしかない。笑い。待って、あれ待って、これ武器輸送車ってやつ、ひょっとして。ちょっとバレそう。グレネード。グレネード。そう、割と爆発遅いよ。ああ、いいとこだったじゃん。前の車両やった。待って、危ない危ない。ちょっと後ろのやつやろう。あれ、待って、トラック燃えてね。燃えてるよ。グレネードを投げる場所が悪かった。いや、まあこうやってこっち来てるから。いや、あの武器のアイコンがついてるってことは、このトラックちょっと重要だったやつじゃない？そうか、真っ赤っかだから別に。ああ、炭化した。回収ってあるの？ほんとだ。え、回収できる？ああ、これ武器もらえるってだけでよ、これ多分。ああ、お、 MP7 だ。マジか、俺ハンドガンだったもん。新しい車両来てるよ。またなんか来てんじゃん。なんだあいつらは。あれ、別に何ともなさそうだ。こっち回って、なんか来てる。スナイパー構え。スナイパー構え。え、見えなくね。逃げよ。カモン。はい。何も見えなかったな、あれ。あ、見えた。フレアたかれた。邪魔たかれるとね、まだマップちゃんと覚えてないからさ。そうそう、これこんなマップ覚えらんねえよ。目的地が分かんなくなる。いや、でもなんてメインミッションのあの黄色い丸は映ってるから来てるし。ああ、じゃあドローンはフレーズ壊してほしいな。ああ、輸送機。ひいで。せっかく来たのにな。やりおるな。あ、なんか近くにマークがある。なんだこれ。あれ、もうこれで終わり。終わったね。まあまあまあ、早かった。もうね、味方がいないからさ、出会う人物大体敵なんだよね。キリがないんだわ。
通り道に見や敵がいるしさ。これまた爆発するパティン。あ、ピポ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 。ピポピポ。ちょっと。初めてじゃね？ドローン車で引くのは。うん。ちょっと待って。これはこの道路を渡らないといけない。何？待てよ。あれ検問所臭くない？右側の橋の手前。ここにいる人らはやっちゃう。ああ、ぽいね。はい、黄色？ああ。ちょっと硬いな、ここのセンティネル。2974竹さん、ドローンを車で作ってパワーワードすぎる。よく引けてよ。不覚にも引いてしまった。あ、ここの検問所はちょっと人が。ね、ちょっと多い。あれ？え、ひどくね、センティネル。何？民間人殺してるけど。え、殺してんの？すでに2人死んでる。あ、待って待って待って、センティネルがクソだ。自動タレットがある、ここに。ん？タレットがある。え、こっち側にも敵か。あの監視場にいるやつはやれそうだね。ちょっとぐるっと回るか。これ150メートル以上の距離から敵を切るというのがあるんだが、あのす、あいつちょうど良さそうだよ、うん、この距離は150メートルあるのかな。心配だからもうちょっと距離取ろう。銃で狙ったらメートル出るよ。ああ、そうだっけ。うん。お、出てなくない。え、スナイパー出るぜ俺。ああ、出てるわ。めくらだ。ああ、270メートルも距離がある。もうちょっと近づこう。これね、伏せないとほんとね、ブレるんだよね。息止めれね。それスキル、ひょっとして。スペースキーだった気がするけど。あ、お前スペースキーじゃねえよ。ほっ。バイバイ。はい。これは10秒以内に2人切る。フィールドメディックのランクが上がった。いい。2人切る。お、待って、民間人がやられるぞ。え、何？こいつ何かあったらすぐ民間人殺しちゃう。あのドタレットタレットタレットって。あ、やべ。やめてー。あ、やめて、あ、やめて、待て、確保。あ、あー、危ない。ちょっと、HTI。あー、ナイス。いや、今 HTI じゃない。あ、違う。これは、タック50。現状持ってるスナイパーでは一番、パラメータは高いはず。この民間人助けらんないの、この状態のまんま。なんか手縛られたら解放とかできてる。何も起こらんかった。縛られてもいないし、永遠に怯え続けるだけなんだけど。はい、そう。そういう民間人なの。どうしようもねえぞ。FRF2。弾がさ、そこら中に落ちてるからさ、全然弾に困んないよね。ね。さて、議事堂行くぞ。3キロある。もうさすがに検問所はないべ。さすがに。左の、何あれ。なんかいる。右しか向けない。はい、行くんか。なんだあれ。なんか焚き火してる。ドローンも飛んでる。なんか来てるって。来る車両がみんな敵なんじゃ。あ、硬かった。ちょっかい出したはいいけど硬かった。待って、なんか来てる。あ、ヘリ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 。落とせ落とせ落とせ。いや、ちょっと俺下。
ヘリどこ？いたいたい。はい、バイバイ。え、硬いな。こいつめちゃ硬い。めちゃ硬い。何このさ、日常茶飯事のごとくヘリも落としてさ、車両の倒してさ。何なんだこれ。あ、やべ、装備更新のスピードが速すぎる。あー、待て。ないないない。ちょっと。はい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 。あ、ああ、ナイス。いや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 。運転手生きてないこれ。生きてないよ。確かにワイルドワンズの時は民間車両。この世界民間車両いないからね今。走ってこない。民間人が乗ってそうな車はあるのにさ。全然走ってない。走ってないんだよね。民間人の人権が取り上げられ始めてるこれ。人権。普通に民間の中兵士いるしな。うん、これパークを装備してなかった。もったいない。それはもったいないよ。